はい、どうも、こんにちは、こんばんは。おはようございます。R です。ダークソウルですね。よろしくお願いします。はい、まずは、あれ？あ、そっか。とりあえず、鐘を鳴らしに行くべく、ね、引き続き、飛竜の谷もしくは、闇村ですか？どっちかに行く形になるんですけど、まあ、どっちなのかちょっとまだわかりかねますね。ということで、まあ、コメントをいただいたのをちょっと返しながら、今回はこっちから近い闇村じゃねえ方、飛竜の谷の、飛竜の谷でいいんだっけ？ここね、まっすぐ行ったところをちょっと探索してみようかなと思います。だいたい30分くらいあればどうにかなるでしょう。ああ、なんかあれだな。見ると扉が閉まってますね。もしかしたらもうこの時点で行く場所はないかもしれないですね。まあいいんですけども、それならそれでね。まあさすがにね、それで30分使うとは思わない。いた。やりますね。噛みつきの範囲がまだわからないから、改めて、そうですね、ここでまあ飛竜のね検証も人かな、いかんでしょう。どういう、ああかっこいい、あ、別にこれ倒れないんだ、電撃を食らったからって。それはちょっと強いかもしれないね。ただどういう範囲攻撃をしてくるのかが分かんないな。基本的には左じゃなくて、あ、いいか、左から攻撃してる感じなのかな。うん、噛みつき攻撃だけは右から攻撃してるみたいなんで、これ結構怖いな、ロック不必要だったらロックしなくてもいいかもな。不必要っていうか、あんまりロックに頼りすぎてるとなんかあんまり良くないような気がしますね。危ないな、これ閉じ込められちゃう、ね、避けたい方になんか避けられないじゃないかと思うんですけど、ね、こう飛ばれちゃうっていうか、エフェクト、あ、今これ食らったのかな、まあ、若干 HP が減っているが、あー、なかなか噛みついてこないのはすぐしたたかな。これですね、一気にぐるって転がっちゃってもいいのかもしれないけど、あ、やっぱまともに戦うと相当厳しいな。通常の横切りで32でしょ。どうして上げたらいいんだろう。一番有効な攻撃っていうのは分からないですね。じゃあこのコメントも返していこうかな。ただ攻撃はそれなりにね、当てられるんで、なんか引っかかるのは嫌だね。前キー入れながらじゃないもんね、だってこれ。そうだね、前キー入れながらじゃないですよね。いわゆるスマッシュブラザーズでいうとこのスマッシュみたいな入力じゃないと攻撃が入ってないもんね。あとは、そしたらどうしようかな。ごめん、そこね、そこ立たれると俺困るんだけどな。俺がそっち行ってあげなきゃダメか。こうしてあげなきゃダメ。まず、やべ、早速読めない。俺さっきね、コメントを書いたのに、メモしたのに、なんて書いてあるか読めないって致命的な致命傷だよな、これ。カット率か。カット率が100あると、その、攻撃は
食らわないっていうことなのかな。まあ、草紋の盾とか蜘蛛の盾だとカット率が95しかなかったので、まあ、削りが入ってしまうということだったんですね、物理攻撃に対して。なので、まあ、やるんだったらちゃんとカット率が 100% の盾で、ね、物理攻撃は物理を防御しましょうということですね。それと同時で、同時というか同じように、まあ、じゃあ雷とか炎だったらちゃんとカット率が高いやつ、100っていうのはもしかしたらないのかもね、こういうもので。飛来神でもだってね、飛来神体制でもないと相当ないよね、そういう飛来神の盾みたいな。あと何、ゴムゴムの盾とかそういうのがないとちょっと難しいかもしんないよね。まあいいでしょう、ないものはないということで。火だってなんだろうな、消火剤の盾とかちょっとね、ネーミングセンスがクズすぎてちょっと厳しいんですけど、喋っててなかなかちょっとあと一撃が決められないな。あと一撃二撃がここでいいかな。あー、バクステがやっぱ厳しいね。で、あと場所は多少わきまえて、危ない、わきまえてる感じなのかな、ある程度。よし、やったか。長すぎ、6分もかかってる。はい。で、じゃあ強くなるにはじゃあどうすりゃいいかっていうコメントもいただきまして、まず武器です。このゲームは自分のこの能力を強くするんじゃなくて、武器を強くするんだと。その能力の、自分のね、能力、筋肉とかを上げる理由っていうのは、つまるところ武器を使いこなすための能力らしいです。なので武器さえ使いこなせれば能力は別に上げる必要はないんだと。まあ、上げる理由があるとすれば、まあ、絶え間なくね、攻撃できるこの持久力。まあ、別に防御するためにももちろん使えますんで、まあ、あと体力ですね。死なないための体力。それに尽きるんじゃないかというアドバイスいただいております。ありがとうございます。ということなので、まあ、今後もし上げるものがあるとすれば、あ、死んだわ。上げるものがあるとすれば、まあ、体力か持久力、持久力ですかね。ずっとやっぱ攻撃しておきたいし、やっぱ走る能力も個人的に欲しいので、まあ、他にあるとしたら、まあ、今のところね、これアストロの直剣を、あ、そうそう、使ってみようと思って、あの草に向かってね、ちょっと切ってみたんですけど、ちょっとまた困ったことに、あれね、能力値が足りてないと弾かれます、多分。まあ、むしろあの弾かれたんですけど、もう本当にこんな感じで弾かれちゃって、まあ、ダメージはねそこそこ入るんですけど、なので進行でもコメントいただいた通りですね、アドバイスいただいた通り、必要能力値をきちんと上げないと、もう使うことはかなわぬみたいですね。いやー、うまくいかないねということですね。そうそう簡単にね、強くはなれないってことでしょうか。やばい、消えたぞ。今倒したことになったのかな。なんかあれだな、早速バグが発生して埋もれちゃった感じですね。まあいいや。あ、そうそう、バグといえば、そう、このゲーム、ね、R は 1.0 でやってるんで、難易度的にね、相当難しいらしいというか、まあ未挑戦のままゲーム出してるわけじゃないんでしょうけど、とにかくね、難しい以上に、お、死んだ。死亡確認。とにかくね、バグが多いらしくて、なんかね、やれたもんじゃないらしいんですよ。もう進行不能バグがいっぱいあるのかな？ちょっと調べると、まあ、NPC が出てこないと。別にね、私は尊重です的な NPC が出てこなくたって、ここまでしないんですけど、こちらとしては。ね、進行のために必要な、ね、キャラクターが出てこないとなると、まあ、非常に困るわけですね、こっちとしては。
まあ、なのでそれを考えると、まあ、このままプレイして大丈夫なのかなというのもあるんですけども、まあ、この手のそのバグっていうのはね、ちょっとよくわからないし、結構ね、バグをね、呼んじゃう感じで戦ってるっていうか、なんだかよくわかんないけど、ちょっとバグをよく起こしちゃうっていうのもあるし、まあ、ね、みんなバグだっていうぐらいの、頻繁に起こるようなバグみたいなので、まあ多分俺も、いても簡単に起こしてしまうというか、勝手にね、起きちゃうんですかね、なんかするとっていうか、何するとね、やっぱ起こるのかがわからないんで、怖いは怖いんですけど、若干起きましたね、自分。まあ別にね、面白いね、バグだったら全然ね、いくらでもいいんですけど、お、ドラゴン死亡確認。まあちょっと申し訳ないけど、このゲームやっぱその落ちる。これさ、バグ、あ、まだ いっぱいいるじゃん。1、2、3体いる。ここで山賊か。悪いけど、もう今更山賊、多分どうにもならんぜ。で、もう一個。おっと。襲いかかっては来れないのかな？おっと。あー、やっぱ危ねえな。危ねえし、あ、死んだわ。ね、そしたらね、今、返しましょう。これバックアップ取んのもね、プレイステーションプラスだったっけ？お金かかるやつ入らないと、バックアップ取れないみたいなんで、しばらく別に、まあ、これで、バグって進行不能になって、たらやり直すんで1から、そしたら、ね、2周目プレイそんなに難しくないでしょう。まあ、同じね山賊で選んで始めればいいし、そんなに稼いでる来てるわけじゃないんで、戦い方だけは覚えてるんで、まああと火炎壺投げつければどうにかなるでしょう。で、まあそれに難易度とかそのアップデート関係に関してはこれくらいでいいんですけども、あと問題があるのは、あとなんだっけ、なんかあったよね、弓だ。弓に関してじゃあどうしようかっていうね、個人的に敵をね引きつける種だけだったら別にね、いくらでも俺は今後も使うつもりでいるんですけど、前回みたいな、ね、ドラゴンゾンビ過去仮に対して一方的にね、戦ってしまう、ね、敵の見せ場を作らずに勝ってしまうっていうのはね、やっぱプレイしててどうなのかなっていうのはね、やっぱ感じているんで、今後その弓を使用、危ない使用することを今食らってないね、縛っていくのか、縛り方、死んでなかった、危ない。こういうところが一番怖いんだよな。なんか下手に戦うと俺が痛い思いするだけだからな。ちょっと多少ダメージを被ってもね、この子を引っ張り上げるか落とすかのどちらかにしないと。まあしょうがないね。はい、飛竜打倒のちょっとメドがついたんでやります。まあ持ってるこれなんですけど、これずいぶん昔に買ったね、強化グラブっていう、まあね、あれ大好き打撃武器なんですけども、これで殴ってもほら25、ほとんど変わらないんですよ、ダメージが。でほとんど変わらないっていうか、多分これ打撃武器の方が強くて、で
これの何が強いかっていうと、まあ、打撃武器自体は多分強いと思うんですけど、 なんでこんなに強いのか分かんないんですけど、あとねこの子たちのこの線香花火みたいなやつ、ちょっと触るだけでもすごいダメージが通るんですよ。なんだろう、電撃のあの線一つ一つにダメージ判定でもついてるのかっていうくらい入るので、ダメージが困ってるんですよね。で、まあ、それはそれとして、まあ、打撃武器でも全然やれるんじゃないかと。まあ、あの、エストックじゃねえや。これね、まあ、後で説明するんですけど、なんだっけ、ハルバードじゃなくて、なんだっけ、あれ。俺が今まで振り回してたやつ。まあ、あの、斬撃が、なんかあんまり効果がなかったんで、じゃ、ちょっと、殴ってみようかと思ってね、振り回していたらですね、まあ、ダメージ的にはね、同じだったんですけど、この武器に、まあ、昔、前もね、言ったのかもしれないんだけど、あの、流血、出血の特殊能力が痛い。出血のね、特殊能力、あ、死亡確認。出血の、特殊効果、左下ですね、300っていうのがついてて、これってこれ以外にないんですよ、今のところ強化グラブ以外に。で、まあ、今までは出血の効果を出す前に敵がね死んでいたんで確認ができなかったんですけど、まあ、こういう なんですかね、あれ、出血値が一定までたまると大ダメージが入るようなので、やっぱこのゲームは特殊強化、特殊効果ゲーでもあり、まあ、魔法に関してもね、そうなんだけど、特殊効果ゲーであり、まあ、魔法効果ゲーであり、武器ゲーらしいですね、やっぱり。とはいえですよ。まあ、これを、武器をね、強化するにしたって、あ、ちなみにもうあの飛竜討伐はやめです。あのこれがあってもあの奥の方の敵がちょっとおびき出せないみたいなんで、一旦やっぱ保留にしてしまって闇村の方に行ってみようかなと思います。時間ちょっとどうだかわかんないんですけどね。で、じゃあ武器をね、じゃあ今後じゃあ強化していこうかなと思うんだけども、じゃあ何強化するのと、これはまああの個人のね自由になってくると思うんですけど、ここでせっかくだからちょっと見ておこうか。よいしょ、アストラの直剣ね、これもうバッテンくれてるんで、あの使いこなせないで、進行があと3くらい必要なんですね。なのでこれをやっぱ使うにはそれ相応のものが必要なんですけども、じゃあ別にさ、そう、進行が足りてなくったって、打撃として、打撃っていうか通常攻撃として使えばいいじゃんと。どうせ魔法だって80くらいあるのがマイナス60くらいなんで、20くらいダメージ入るだろうと。鷹をくくってたらこのざまよ。逃げるか。ちなみにどこまで追ってくるんですかね、この草たちは。こっちまで追ってこれるのかな。普通に追ってこれるんだ。お利口さんなんですね。あ、追ってこれないのかな。あ、追ってこれなそうですね、ここまで来ると。そういうのもね、一応、あ、やっぱ追ってこれないんだ。一つまたお利口になりましたね。はい、こんな感じで弾かれちゃうんですよ。今までこんなことなかったのに、ほら弾かれるんですね。ちょっと弾かれるんだと、ちょっと今後の、まあ、やれやしるんですけど、別に。ね。割とね、強攻撃とかだったらダメージ入るんですけど、まあちょっと弾かれるのはまずいかなっていうことで、まあやっぱ嫌おうなしに強化はしないといけないのかなということになりました。はい、ありがとうございます。改めてね。じゃあ何を強化するかが、でも決まらないんで、やっぱ結局強化できないですよね。ソウルがそんなにあるわけでもないし。何でもいいんですかね、それとも。ちょっと回復しておこうか。
長ロンド遺跡の鍵っていうのを拾ったんですけど、ここのことなのかなと思うんですよね。ここ、万能鍵で開けたじゃないですか、どっちかを。確かこっち、ここだったかな？ね。多分ここのことなんじゃないかなと思うので、ここにね、その小ロンド遺跡の鍵を使う、もし必要がないんだとしたら、もうこっち進むしかないわけなんですよね。で、ここでちょっと試しに高度7ぐらいに上げてみますね。で、動画にしてどうなるのかをまた検証してみたいと思います。と言っても、闇村がね、割と明るそうだったので、そこまで気にする必要ないのかなとは思うんですけども。あ、2人来ちゃった。ちょっと近すぎたか。諦めてくれないのかな。外ぐらいギリギリまでちょっと引っ張ってみるか。あ、来ちゃうな。来ちゃうならしょうがないか。危ない。ああ、うわ、すげえダメージ入ってんだけど。あ、やっぱ帰る子は帰るんだね。ああ、でも帰らない子は帰らない。ああ、二人して帰っちゃう感じか。ちょうど、この色が変わるところ、地図のマップの、そこがあれなんだろうな。敵が来るか来ないかの境目っぽいですね。ちなみに、こう地名の一撃をやってる間は、無敵です、俺は。完全に無敵なので、何が来ようと、怖くないんですよ。ね、何されても、全く、何も感じないので、この主人公。だから別に、やろうと思えば別に、何でも、やれるんですね。ただ殴られるともちろん痛いんですけど。意外とリーチが長いのかな？まあ、ただ背中いくらでもね、つけるんで、こういうところですよね、怖いのは。一体だけでもね、やってしまえば、かなり楽にはなると思うんで、まあこういうとこかな、怖いのは。いくらね、無敵状態とはいえ、ね、あるお得意の持続時間に当たってしまうと、結局意味ないんでね、無敵時間が切れるんで。あ、ただ1対1、あ、後ろまでだからな。これね、コメントでもいただいてましたけど、とにかくね、なんだっけ、背中が取れない、取りにくい。背中取ってるつもりなのに全然取れてないっていうことが結構あるんで、ね、嫌ですよね。困っちゃうんですよね、取れないと。地名の遺跡やってるよりも、普通にぶん殴ってる方が強いかもしれない。ちなみに前回さ、取ったクソ団子、敵を猛毒状態にするが自分も影響を受ける。あまりにも朦朧すぎるでしょう。あと1体だけだったかな。あ、もう1体奥にいるような感じがするな。まあ、この辺はね、パパッと処理しちゃって、もうすぐ帰っちゃうのね。あ、結構ひるむんで、地名じゃなくてもいいかもしんないな。ね、今みたいな感じで、攻撃時間がね、持続が短ければ、いくらでも無敵で、多分切り抜けられるんでしょうけど、問題は、相手のね、その攻撃に、どれだけ持続があるか、なんですよね。やっぱ、避けてみないと、食らってみないと分かんないことっていっぱいあるんで、まあやっぱ死んで覚えるゲームなんですかね。仕方ないね。よし、じゃあここまで来ちゃったので、ちょっと見学がてら行ってみましょうか。そのうち、すぐかがり火、あると思うんでね。ヒルも ちょっと気になるしさ。
敵はいなそうか。敵がいないっていうか、すぐもう目の前ボスかな。処理落ちがかなりきついっすね、これ。あ、下になんかエイリアンみたいなのがいる。エイリアンがすげえ破壊行動してるんですけど。うわ、これちょっとやばいな、処理落ちやべえな。バグって止まんじゃないか、これ。何がいる？カニが1体。そっちになんか虫も1匹います。これちょっとクロスボウいいっすか、自分。やべやべ、うわー、火吐いてる。やべ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 、なんかコマンドを間違ったらしい。爆発する爆発する、やめろやめろ、振るんじゃねえ。ああ、落ち着いたか。いや、助かった。おまけにね、ローリングコロコロなんですよ。ゴロゴロになっちゃったんでダメなんですよね。あ、こっちも行けそうか。あ、こっちの方が安全そうだな。ああ、これちょっと早く抜けたいな、なるべく。こんなところやばくない？処理、あ、行く道こっちしかねえんだ。相当処理落ちしてますよ、これ。大丈夫かな？動画にして問題ないのかな？ちょっとまた、やばいのが来ちゃった。これ治水虫みたいなやつかな？まあ、やれないことはないか。怖いな、これ。降りていきたくないですね。狙えない？あ、また新しい敵だ。うわ、吹きやまん。吹きやまんはまずいな。ちょっと待ってね。一撃でやるから。やれなかった。落ちろ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 、あっぶね。で、その治水マンは一撃でやる。あんなものね、多分。あ、また来た。うえ。毒系ですよね。だから、また来てる？大丈夫か？うわー、これ火が多分、そうさせているのかな？これもしかして明るさ調節すれば落ち着くかな？なんかそんな感じじゃねえな。あ、ちゃんと毒の弾ありますね、これ。これを食えばいいんでしょ？さすがに階段降りていきなり敵が来るなんてことはないのかな？いや、このゲームに限っては何でもありだからな。ちょっとかがり火だけ早く見つけたいな。猛毒。治るかな？戻ってないな。これか。なるほどね。じゃあ2つ持っていないといけないんですね。2つ持ってるというか、こっちだけ？毒花弾だけ持ってればいいような気がするけど。毒耐性のあるものなんていうのはないよな。まず毒っていう効果がないもんな、こっちに。ね、与える効果がもしあったとしても、受け流す効果っていうのはもしかしたらないかもしれないな。にしても本当に何もないな。何もないっていうか、あれがないね。ちょっとああいう、やっぱ遠距離攻撃してくる敵に対しては弓を使っていくことも
やむなしかな。これありやな。これで別に両手でもいいんじゃないの。あ、両手だと横に、あ、まあいいか、やっつけたから。このね、残念なところは両手持ち強攻撃はね、横振りなんですよね。縦振りだったらどんなに楽だったか。一応縦持っとく？なんか縦持ってもさ、普通にダメージね、毒ダメージとか入ってたからあんまり意味ないかもしれないけど、あ、横から打ってきたな。あれさ、先にやっつけた方がいいのかな。弓矢あるけどちょっと届かなくないか、あれ。この辺にさ、アイテム、ああ、何にもないんだ。どこにいる、全然見えねえや。何分、20分。カット入れてるからもうちょっと考えないと。だけど、うわ、何も見えねえ。あ、ここに来てようやく見えてくるか。で、また見えなくなる。一人？それじゃなくていい。ちょっと狙ってみるか。狙えるかな？違う。見える？ここから行ける？あー、俺もそうなっちゃうか。これ俺がね、当たりそう。狙いながらって動けるんだっけ？あー、動けないですね。あー、そう、こうなっちゃうんだよね。だから、あー、止まらないと、いちいち止まらないといけないのか。すーげーダメージ入るんだけど。これ普通にもう突っ込んだ方がいいな。おまけに何持ってる、今そう思うか。大丈夫か、道が分かんねえからな。一気にもう抜けちゃって、うわ、あ、まだ死んでない。うわ、すごいよ。どうなってんのこれ。ちょっと伸びる。ああ、うわ、これは厳しいぞ。ソウルをね、取り返そうとした道中死にました。普通にあのコンボを持ってるね、巨人に殺されてしまいました。どうしましょうかね。あのままなんか闇村に進んでもなんかあんまり道が開けそうにないんですよね。2000ソウルか、1万ソウルくらいあったらね、ちょっと強化しようかと思ったんですけど、しばらくアイテムはなさそうなので、武器をちょっと強化してみようかなと思います。でも何強化するかすごい悩ましいんですけど、まずバスタードソード強化するのか、それともなんだっけ、アストラの食券を使えるようにするのかですね。どっちかをしないとちょっと厳しいのかなと、今のところ現在自分のね、ない力では思うので、とりあえずソウルだけ貯めておいて、で次回までに決めておこうかな。どれくらい必要なのかな。バスタード、それともあれか、バスタードソードをもう強化しちゃって、でその強化した武器を振り回して、またソウルを貯めて、なんだっけ、でアストラさんを使えるようにすればいいか。よし、ちょっとそれでいきます。どれだけ必要なんだっけ、進行が14必要だから、あと3でレベルアップするのに所持ソウルがなんか3000以上必要だったから、5万ソウルくらい必要なのかな。やれるかな俺。死ぬかもしれないな。